大西洋間三角貿易を示す概念図。三角形の一辺をなすアフリカからアメリカへの航路をミドルパッセージあるいは中間航路という。ミドルパッセージとは大西洋マドレー貿易においてアフリカの黒人奴隷たちを奴隷船に乗せて南北両アメリカ大陸へと運んだ道筋を指す言葉である。 三角貿易の三地点を結ぶ航路の内中間の一辺の航路であるため中間航路と翻訳される。なお中央航路と呼ばれることもあるが左と右の航路があったわけではないため語訳である。何百万人ものアフリカの人々がミドルパッセージを通って南北両アメリカ大陸へと戦場輸送された。奴隷船における黒人奴隷たちへの扱いが過酷を極めたため、 その15%がミドルパスセージで死亡した。さらに多くの者がアフリカを立つ前、奴隷商人に拉致される時や奴隷船への乗船を強制される時などに殺害された。最高で200万人のアフリカ人がミドルパスセージ中に死亡したと考える歴史研究者もいる。それでも940万人から1200万人までの間のいずれかの数のアフリカ人が ミドルパッセージを生き延び、奴隷として南北両アメリカ大陸に到着した。大西洋マドレー貿易は3つの異なる部分で成り立っていた。そのため三角貿易と呼ばれる。ミドルパッセージという呼び方は三角貿易の中間の部分であったことに由来する。大西洋奴隷貿易の3つの部分は以下に挙げるものである。奴隷船の様子を示す図アフリカの奴隷たちは 拉致された後、通常は西アフリカの沿岸にいくつか築かれた要塞まで歩かされ、そこでヨーロッパ人やアメリカ人の奴隷商人に売却された。奴隷船が到着するまで何ヶ月もの間、要塞の中で囚人のように待たされた。奴隷たちが奴隷船に積み込まれる時には、できる限り奴隷同士の隙間が小さくなるように、すし詰めにされた。男性であれば、 お互いのかかとの部分を鎖で繋がれることもよくあった。時折、奴隷たちが日中に動き回ることを許されることもあったが、多くの船では航海の真中、奴隷たちを鎖で繋いだままにした。ミドルパッセージを通る航海に要する日数は、天候次第のところがあり、1ヶ月から6ヶ月かかった。時代が下るにつれ奴隷船が向上し、移送工程の短縮が可能になった。 16世紀の平均移送期間は数ヶ月であったが、19世紀には多くの奴隷船が6週間未満でミドルパッセージを横断した。通常、ミドルパッセージの間の奴隷たちの取り扱いはひどいものだった。彼らは人間であるとはみなされず、貨物あるいは製品、つまり売り買いのできるものとみなされていた。ミドルパッセージにおいて奴隷たちに与えられた食べ物は、 ごくわずかなものであった。どんなに条件の良い奴隷船であっても、豆、トウモロコシ、ヤムイモ、米、パーム油程度が与えられたに過ぎなかった。それでも、毎日与えられるとは限らなかった。船乗りと奴隷のための食料が十分にない場合は、船乗りが先に食べ、奴隷は何も食べられない可能性があった。病気にかかっていそうな奴隷には一切食べ物を与えないという奴隷船もあった。 ミドルパッセージで大勢の奴隷が上と渇きのために死亡した。奴隷たちはあまりにもぎぎゅうぎゅう詰めに押し込まれており、大小便の処理すらも行われなかったため、病気はしばたたく間に蔓延した。もっとも一般的な病気は、赤痢、解決病、天然痘、梅毒、マシンであった。ミドルパッセージで大勢の奴隷が病気のために死亡したが、 移送距離が長ければ長いほど死亡する人数は増えたまた多くの奴隷が食欲不振に陥った奴隷は水夫の命令に従わない場合はしばしば処罰を受けた水夫たちが反抗的と見なした奴隷も同じだったとにかくいろいろな理由で処罰を受けた例えば病気になったりあまりに劣悪な船内の環境により 精神が参ってしまったりして物が食べられない場合でも殴られたり無知で撃たれたりした。最も重い処罰は反乱を試みた奴隷に対してなされるものだった。ある奴隷戦では船長を殺して反乱を起こそうとしたとされた奴隷は彼の心臓と肝臓を他の二人の奴隷に食べさせるという罰を受けた。女性や子供の奴隷はしばしば水夫による強姦や性的虐待を受けた。 三角貿易には多様な活動主体が関わっていた。奴隷貿易のほとんどを支配していた国々は、当時非常に強制を誇っていた以下に挙げるヨーロッパの国々である。北米、ブラジル、カリブ海の諸地域の奴隷商人も、また奴隷貿易の一端を担っていた。時代によって奴隷貿易の勢力図にも変遷があった。 1440年から1640年までの200年間は、ポルトガルがほぼ完全に奴隷貿易を独占していたが、ヨーロッパのパワーバランスに変化が起きて18世紀までには、大英帝国が飛び抜けて、強力になった。18世紀を通して、トータルで600万人のアフリカ人が、ミドルパッセージ上を運ばれていったが、イギリスの奴隷商人はそのうちの250万人の、 輸送を実行した。アフリカの奴隷たちの多くはいかに上げる八つの地域から供給された。大西洋マドレー貿易は非常に利潤の高い交易であった。18世紀後半においては丈夫な男の奴隷であれば600ドルから1500ドルでの売却が可能であった。そのため、アフリカで人さらいをして奴隷として売るという商売はますます人気が高まった。 専門家の歴史研究によると、アフリカに拡挙した武装集団の統領たちや、王たちや、人さらい業者たちのすべてが、人々を拉致して奴隷に落とすというサイクルに加担していたという。奴隷狩りを実行した人々の中には、ヨーロッパ人も、アメリカ人も、アフリカ人もいた。ありがとうございます。